こんにちは。前回は不思議な国にたどり着いて、岩佐亭という料理店で、まあ、ひどい目に遭いましたね。ひどい目にというか、ひどい目に遭わせましたね。はい。で、また次の王様のお願いを聞くところからです。都会まで戻ってきたはいいけれど、爆発する庭っていうのはどこにあるのかな。物騒なこと起きてんな。さあ、それらしいものが見当たらないし、郊外にあるのかも。今回は行けばわかる系じゃないのかな。王様にちゃんと道案内してもらえばよかった。あ、花が吹っ飛んだ。え、庭が吹っ飛んだ。見て、嘆きくん。慌てふためいて逃げ惑う王国民がまるでゴミのようだ。この言い方新しいな。それは少し口が悪すぎるんじゃないかな。砂肝さん、あの鳥たちが逃げてきた方向に行けば爆発する庭を見つけられそうだね。ここが爆発する庭？なんだ、もや、なんだこれは。さくやくん、どうしたの。王子かこれ。この星では庭園が爆発するのが日常の光景なのか。さくやくん、あれ、なんだか似たようなシチュエーションに昨年末遭遇したような気が。立派な庭みたいだけど穴だらけの穴なんか。夢シナリオの中でまで爆発ネタの被害者になるなんて、さくやくんも大変だね。まったくだ。今日はセレブたちが集う大切な茶会だったんだぞ。まあ、やっぱセレブなんだな、夢の中でも。こんな不祥事があっては、ルベル家の名に傷がつく。なるほど。さくやくん主催のお茶会がここで開かれる予定だったんだ。もう、それならそうと私も誘ってよね。セレブじゃないけど。誰がこんなことをしたの？私が知りたいぐらいだ。誰も不審な鳥は見ていない。庭が一人でに爆発したんだ。へえ、それなら、みんながやってくる前にセットされた次元爆弾？メルヘンチックな世界観に不釣り合いなぐらいに周到なテロだね。さくやくん、そこまで誰かに深い憎悪を抱かせるようなことを、この星でやらかしちゃったの？あ、ごめん。貴様も気づいているだろうが、これは夢だ。ついさっき始まったばかりの、な？私がこの星へやってきてまだ数時間程度しか経っていないだ。いないだ。恨みを買った覚えはないな。貴族的に無礼なさくやくんなら第一印象から光の速さで敵を作ることも考えられるけど。王国民の方々は短期キャラじゃなさそうだしね。恨みじゃないなら誰が？何のために？ねえ、もしかしたら何か別のもっと深い動機があったりして。なんだ、何？また爆発だ。砂肝さん、危ない、伏せて。大丈夫？わあ、うへー、また穴が増えちゃったよ。いい加減姿を現せ、テロリスト。卑怯だぞ。そうよ、正々堂々私とんで勝負しなさい。ん、待って、穴の中に誰かいる？誰だ？おお、ちょっと、どうした、ゴミ崎先輩どうしたんですか。意外な人物だな。やっとたどり着けた、やっとりつけたみたいだね。焼き鳥の音。なんだろう、やっとたどりかな。先輩、サリューササミちゃん、君も一緒だったんだね。どういうこと？サリューじゃない。おい、貴様、貴様が私の庭を爆破したのか。あー、ごめんよ。え、犯人なの？そうらしいね。らしいねとはなんだ。らしいねとは、
分の行動に責任ぐらい持ったらどうだ。見ろこの有様を。私の庭園がボロボロじゃないか。ごめんごめん、入り口がね、わからなくてね。え、入り口ならあっちにわかりやすいもんがあったけど。そうですよ先輩、どうしてわざわざややこしい入り方をしようとするんですか。職業病ってやつかな。そんな笑ってごまかすな。とにかくお前に会えてよかったよ。お兄ちゃんとしては夢だろうと現実だろうと弟の身は心配なものだか。アデュー。え、な、先輩が消えた。どういうこと。あ、落ちただけだよ穴に。先輩大丈夫ですか。先輩、返事がない。ただの穴のようだ。いやいや、そうだけど。先輩の落ち芸も板についてきた気がする。自分で開けた穴に自らハマったか。おいおい自業自得だ。先輩どこに行っちゃったんだろう。ウサギ穴みたいだ。じゃあ今頃先輩はワンダーランドだね。おい聞こえているか坂崎。貴様はしばらくその暗い穴蔵で反省していろ。おい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 、なんだこれ。庭園爆発事件は入り口がどこかわからなかった先輩が引き起こした天然テロ。すんのバカな。ってことでいいのかな。事件解決だと思う？嘆くん、多分ね。これ以上付き合う義理もないと思うけど。よし、依頼達成、次行ってみよう。何だったんだこれ。こうしてまた一つ王様のお願いを聞いたわけだけど、もう随分ここにいるね。夢の中は時間の感覚がおかしくなるっていうもんね。そう？10分の昼寝で3ヶ月分ぐらいのドラマティックな夢を見ることだってあるでしょ。どうかな。僕はあまり夢を覚えてない方だから。そういえば霊でも夢は見るものなの？他の霊がどうかは知らないけど、僕は眠るし見ることもあるよ。へえ、そうなんだ。へえ。ああれ、また渡り鳥。いや、お茶会というのはあっちかな。まただおじさん。町外れの庭でお茶会があると、うんーに聞いたんだ。素敵な紅茶とケーキをご馳走してもらえるって本当かい。まだお腹空いてるんかな。実のところ僕はコーヒーとお餅の方が好きなんだけど。ご馳走にはとても惹かれるよ。残念なんだね、お茶会は中止。なんだって。会場がテロリストの標的になっちゃったんです。それにそもそもお茶会はセレブによるセレブのためのセレブパーティーだったから。おじさんみたいな風来感あふれる鳥は追い返されていたと思います。そうだったんだ。いや、都会の風は冷たいね。元気出してくださいおじさん。庶民なりに雑草のごとく力強く生きていますから。これ少しだけど。おや、なんだろう。ヤニック君は角砂糖を取り出して渡り鳥のおじさんに手渡すの。へえ、天の川で拾ったんだ。星に混じって光っていたから。星空にはかけた混合石たちと一緒に角砂糖が光っていることがあると聞いたことがある。へえ、すごい。それいい世界観だ。君が見つけたこれがひどそうだ。僕がもらってもいいのかな。ちょっとぐらいなら足しになると思うから。ありがとう。これで僕も旅を続けられる。
生渡り鳥はうーっと去っていった。あのおじさん、いつも間が悪いね。本当に悪いね。目の前で狙ってた商品が完売するタイプだよね。それにしても星空に角砂糖が浮いてるなんて知らなかったよ。そうと知っていれば列車で探したのにな。で、次はどうしよう。また目的がなくなったね。どうすんだろう。そんな時には王様のおなーりータイミングいいな。出たー。天を爆発させていたハンドリーは穴に落ちていなくなったよ。天にはたくさん穴が開いちゃったけどね。王様、どういうあれ、顔っていうか、どうなってんのあれ。王様は安心しました。平和を乱す鳥は恐ろしいからです。あれ、気のせいかな。今王様の頭が鳴ったよね。やっぱりどうなってんのあれ。王様のご褒美の時間です。王様の宝石を受け取ってください。あ、またありがとうございます。星もらえたよ。まあ綺麗、青く光ってるよ。なんて名前かな。ラピスラズリだ。おー、相変わらず嘆くんは鉱石にも詳しいな。そして王様は言いました。王様の次のお願いを聞いてください。おーよ、任せとけ。つなぎもさん、一応ヒロインなんだからもう少し言葉遣いに気をつけた方がいいと思う。そう？王様はとてもとても困っています。雨が降りそうだからです。雨が？傘を用意すればいいのに。この国ができてから雨が降ったことはないのです。しかしプリン山のてっぺんに、次あいつから出てくんの。雨雲が現れたのです。プリン山？初登場の地名なのに誰と遭遇するのか予想がついちゃうね。プリン山は高い高い山です。プリン山にできた雲は流れ流れて王様の城にやってくるかもしれません。王様の城が雨に濡れると何か困るんですか？あんなに立派な城なんだし、雨が来ても大丈夫そうだけど。王様は困りました。王様の城に雨が降ると、あ、また、なに、怖い。ちょっと王様は泣いてしまいます。また増えてなかった？頭。なんだろう。でも今は普通だよね。ただの残像かな、そんな。雨が降っただけで泣きたくなるなんてよくわからないよ。J-POP や少女漫画のヒロインならそういうこともあるよね。王様って乙女キャラなのかも。王様の乙女心、私ががっつり受け止めました。プリン山を調査してきます。そんなこんなで野を越え山を越え、なぎっくんと一緒にプリン山に来たわけだけど、うわあ、プリンだ。名前から想像する以上にプリンだ。これは確かに実物を見るとプリン山以外の名前が思い浮かばないレベルだね。やっぱりかい。パパラップーは落ち着いてさん。あ、りょうたくんもいる。暴れても何の解決にもならないよ。あ、あれ、何これ。あ、いいな、あのプリンの十字架。やっぱりお子さんの出番だった。お子さんが出てくるところまでは予想してたけど、りょうたも一緒なんだね。あ、ささみも来てたんだね。
それから嘆きも？うん。そっか。夢の中でも君はささみと一緒にいるんだね。私たち同じ車両に乗り合わせたの。一人と一羽で王様の願い事を聞きながら旅行してるんだよ。りょうたは？僕はプリンシーの巫女らしいよ。それで新衣装だったのかい。巫女っていうか、いわゆるシスター衣装だね。じゃあお子さんが、ポロップーはプリン山のありがたい守護神ですし、かわいい羽生えてるよ。さっきから気になってたんだけど、お子さんの背中にその武装は必要なのかな。山の神にしてはさっきほどから落ち着きがないけど、クリポコプーはこれが落ち着いてなれるかってんでぃですし、落ち着いてられるかってんでぃですし、あ、てか雨ですし、山の天気は変わりやすいし、待ってればやむと思うんだけどね。ポロプーは待ってられませんし、お子さんのプリンがベチャベチャになりますし、お子さんも雨降りに困ってるみたい。王様がこの国で雨が降ったことはないって、だから何か原因があるんだと思う。待っていても止まないかもしれない。なんだろう、あ、雨は良くないですし、お子さんが雲を吹き飛ばしますし、さん、どれだけ頑張って羽ばたいても雨雲を動かすなんて無理だよ。それに雨雲が流れると王様が悲しむ。別の方法を考えないと。雨雲が現れたのはプリン山のてっぺんの頃。プリン山の頂上を目指してみよう、嘆きくん。うん。うわぁ。思った以上に疲れる登山だった。プリンを登るのがこんなに大変だなんて思わなかったよ。あ、ここ本当に頂上だ。カラメルが表面ツルツルしてるしね。なぎくん大丈夫？疲れてない？平気。僕は飛んできたし。これが人類と鳥類の越えられない壁か。で、プリン山のてっぺんまで来たわけだけど、見るからに怪しい何かが見えるね。そういうことで、ね、ネタバレってそういうことで、ね、いやこれ誰、これ犬神家だー。嘆きくん大変だよ。メルヘンかと思ったらミステリーだよ。スケキヨだよ。水面に刺さった逆さの死体は真犯人の偽装工作だ。よく勘違いされるけど、白いマスクの怪人も逆さの死体も、犬神、スケキヨ、これ何キヨじゃない。お知らせはここのことだったんだ。犬神家のさ、話、私あんまり多分知ってるけどもうわからないよね、忘れちゃって。あの逆さのはわかるけど、どんな話なんだろう、見とけばよかった。いくら注意書きがあるにしても、さらっと推理小説のトリックをネタバレするのはやめようよ、なぎくん。そんなことより、あんな風にいつまでもカラメルに頭を入れていたら失速してしまう。助けよう。そうだね、引っ張り出そう。なんだなんだなんだ、いやもうおいおい何してるのよ。いやー助かったよ、ありがとう。うわー、上半身が真っ黒。アリにたかられそうだね。これまでずっと天体観測メンバーに会ってきたから、七木先生。ですよね。違うよ。僕は七子だよ。七子？七子さんって名前なんですか？うんうん。探し物をしている、七子だよ。だけど探し物が見つからないんだよ。だからちょっとだけ
泣きたい気分なんだ。おっと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 、それで涙、それで雨が降ってんのか。ねえ、嘆きくん、雨足が強くなってない？そうだね、雲が厚くなったみたいだ。どこを探せばいいんだろう。多分この泥に、沼に落としてしまったんじゃないかと思うんだけど、探しても探しても見つからない。気持ちが沈んでくるね。あ、嵐さんの代わりに空が泣いてるんだ。素敵だね、嘆きくん。こんな国だから現実的に考える必要なんてない。雨雲を消すにはこの七七さんの問題を解決してあげればいいのかな。七七さん、何を探してるんですか？私たちが手伝います。本当に助かるよ。僕は名前を落としてしまったんだよ。まさかの名前。それで七七なんだね。名前なんてどうやったら落っことせるんだろう。言ったよね、現実的に考えてもキリがないよ。つなぎまさん、名前ってどんな形をしているんですか？どんな形かな。質問してるのはこっちです。僕はね、目が見えないから。カラメルソースまみれで。違うよ、僕には目がないからだよ。僕は目を食べちゃったからね。なんだって。鳥は自分のくちばしを食べると死んじゃうけど、目は食べても死なないんだよ。嘆きくん、このスケキヨ、やっぱりメルヘンアトモスフィアを一部でむちゃくちゃにする気だよ。汽笛すぎるよ。そうでもないよ、ナンセンス文学だってメルヘンなんだし。とにかく僕の名前が沼に落ちる音は聞こえた気がするんだよ。ほう。でもこんな黒ゴロとした沼じゃ頭を突っ込んで探すわけにはいかないよね。何か使えそうな便利アイテムは持ってないかな。嘆きくん、私ワカサギ釣りセットなら持ってるよ。そんなもの携帯してるの？嘆きくんも突然ワカサギを食べたくなることってあるでしょ？ない。即答。とにかくこれで七七さんの名前が釣れないか試してみようよ。なんだこれ。うわー、雨すごいな。かかった、かかったよ。すごいね、砂肝さん。何が釣れたの？ちょっと待ってて、すぐ引っ張り上げるから。てや、見て、立派なとちおとめ。プリンのカラメルソースの中にいちご。七七さん、あなたの名前はとちおとめです。多分違うんじゃないかな。違う気がするよ。ハズレらしいね。仕方ない、キャッチ&リリースで再挑戦だ。またこれ。何釣れんだろう。かかった、大物だよ。ほんとだ、すごい力で引っ張られてる。僕も一緒に引っ張るよ。お願い。ふんぬー、出たー。これって立派なアマオーだよ。七七さん、あなたの名前はアマオーです。違うよ、僕はイチゴじゃないんだし。もうわがままな七七さんですね。それからしばらく私と嘆きくんは釣りを続けたんだけど、出てくるのはイチゴばかり。なんだこれ。七七さんの名前は一体何なんだろう。僕の名前見つからないね。落ち込まないでください、七七さん。雨雲が大きくなっちゃう。このままで名前が見つかるのか少し怪しいね。
新しく名前を付けた方がいいかもしれない。七瀬さんに新しい名前？それって解決になるのかな？その発想はなかったよ。目から鱗だね。え、そんな解決法でいいの？新しい名前、新しい名前。じゃあ豊中なんてどうですか？だから僕はイチゴじゃないよ。しまった、無意識に脳がイチゴモードに。名前、いい名前が思いつかないよ。嘆くんは何かいい案ない？そんなに重大なこと僕に任せるの？だけど提案したのは嘆くんだし、私よりはいい名前思いつくんじゃないかなって。名前、じゃあ一人。うわー、ずるい、この展開は。一人？変わった名前だね。よく思い出せないけど、多分昔僕が生きていた頃、大切だった鳥の名前。そんなに大事な名前を僕なんかがもらっていいのかな。なんだ、また泣かせてくんのかよこれ。やばい、構わない、もう思い出せないから。せっかくだから君にあげる。一人、一人、一人。うん、僕は一人。そうだね、ありがとう。僕は目が見えないけど、君と、君が素敵な鳥だっていうことはよくわかるよ。感謝の気持ち忘れないからね。私は鳥じゃないんですけどね。お礼ができればいいんだけど、何かあったかな。じゃあこれをあげるよ。受け取ってくれるかな。あ、本当だ、綺麗な石、トパーズだね。へえ、晴れやかな気持ちだよ。こんな時は森でお昼寝でもしないとね。カラメルソースまみれの七瀬さん改め一人さんはご機嫌な様子でプリン山を降りていった。雨が止んだ。これで王様も山の神も悩まずに済むね。王様今頃お城に引きこもって不安に震えて泣いてるかも。早く安心させてあげなきゃ。王様、王様、ただいま。友達の家じゃないんだから、もう少し行儀よくした方がいいんじゃないかな。そう？もう王様も友達みたいなものだと思うんだけど。砂肝さんは友達の垣根が低いね。王様のおなーりー。王様は雨が怖くて怖くて泣いていました。やっぱり！安心してください王様、雨雲はきれいさっぱり消えましたよ。それは本当に？外を見ればわかるよ。もう晴れてる。王様は安心しました。王様は火が消えてしまうかもしれないととても不安だったのです。火？外から見えた灯台のことかな。あなたたちのおかげで王様の国は平和になりました。もう困ったことはありません。あ、ないって。王様は言いました。最後に王様のお願いを聞いてくれませんか。まだあるっぽいな。困ったことはないのに。王様はやっぱり、あなたの星座盤が欲しいのです。僕の？ダメ、どうしても渡しちゃいけないって言われてるから。
そんなくねくねアピールしてもダメなものはダメですよ、王様。王様はとても悲しくなりました。それならせめてその星座版の星を一つだけ分けてください。星座版の星？嘆き君の星座版の星は一つ一つが宝石のかけらでできている。確かに取り外すことはできそうだけど、どうしよう嘆き君。石が一つ欠けても星座版は星座版。つなぎもさんはそう思う？そうだね。これまでに王様からは宝石のご褒美をいくつかもらってるし、一つぐらいならいいかも。つなぎもさんがそう言うなら僕は構わない。王様は尋ねました。星座版の星を一つ王様に分けてくれますか？うん、いいよ。一つだけどれか選んで。王様は言いました。王様はこれが欲しいです。王様はとても感謝しています。ありがとう、外から来たお客さん。どういたしまして。今度こそ王様の依頼コンプリートだね、嘆き君。そろそろ夜も明ける頃だ。外に出よう、砂肝さん。外に出てみると、いつの間にか夜空のなんとかが少しだけ明るくなっていた。夜明け前の空って綺麗だね。私この時間のちょっと冷たい空気って大好き。砂肝さんはいつも夜明け前から起きてるの？早朝の狩りの日は暗いうちから起きてスタンバイするからね。そうなんだ、大変だね。夜明け、朝が来るとこの夢も終わるんだろうね。嘆き君、私一晩嘆き君と冒険できてすごく楽しかったよ。今夜のこと朝になっても絶対忘れないから。本当に？本当の本当。僕も砂肝さんと歩けてよかった。ありがとう。現実の世界では決して学園を出ることができない嘆き君。だけどいつかこんな風に嘆き君を連れて外へ出られる日が来ればいいな。嘆き君と行ってみたい場所は現実にだってたくさんあるんだもの。新しい一日が始まるよ、嘆き君。また学園の図書室で会おうね。うん。夜明けの時間だ。またね、砂肝さん。あれ？ちょっと待って。あれ？グラデーションが引っ込んだよ。朝日は？変だね。夜明けの前の次に来るのは普通夜明けなのに。旅の方、何を不思議がっているんですか？夜明け前にの夜明け前の次に来るのは真夜中です。真夜中の次はの次は真夜中に戻り、そして夜明け前へ。時間というのはちょうど振り子のように行ったり来たりを繰り返すものです。夜は明けないものです。夢は覚めないものです。夜空が眠る日、なんか不思議なお話なんですけど、あれ、これ終わりなんだ。でもなんか落ちとかないで、なんか怖いまま終わっちゃったんですけど、どういうことなんですかね。しかもこの渡り鳥はさ、ちょっとチラッと出てきただけで、あれで出番終わりなんだ。なんだ？しかも王様はなんか、頭がさ、やっぱ二つになってるじゃないですか。あれどういうことなんだろう。続きみたいのあるんですかね。
すごいいろいろ途中で終わっちゃった感はありますけど、先生七木七志だ、七志と嘆くのやり取りはすごいよくて、なんかまあクライマックス感はあったんですけど、へえ、ちょっとまだこのなんか不思議な国のお話の続きを見たいって感じですかね。うん、じゃあ夜空が眠る日ピンというわけで終わりました。さてどんな感じ、あ、なんかわかんない、これだけじゃわかんないな。明日また増えたね。気になる。どうなんだろう、ちょっと謎をいくつか残したまま、じゃあ今日はここで終わりにしましょう。次回この短編ストーリーの4つ目やっていこうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。